はい、皆さんこんにちは、鳥居です。今日はですね、黒母艦、ちょっとね、だいぶ北から外れ、北の方に来ました。黒母艦エリアに来ております。で、今回は、こちらのホテルですね、ビラブンガホテル&スパというホテルっていうかね、中さっきちょっと見せてもらったんですけど、ビラタイプの建物になるんですが、こちらの方に泊まろうと思います。実はここですね、急遽ちょっとどっか泊まるとこないかなと思って探して、アゴダで見つけたんですけど、なんと一泊朝食付きで2500円なんです。で、2500円だったらね、まあ大したことないんじゃないかなと思ったんですけど、先ほどちょっとお部屋見ましたらね、結構いい部屋なんですよ。ちょっとびっくりしたんですよね。まあ一回お部屋の方見ちゃったんですけど、じゃあこれからチェックインの方をして、お部屋の方に行こうと思います。はい、チェックインをしました。こんな感じですね、入りました。ちょっと隣がね、なんかすごい大きいホテルっぽいんですよね、まあ、見えるんですけど、その横にあって、建物自体はちょっとですね、年季が入っているような感じなんですけど、ビラってますかね、個室タイプの部屋がこうやってずらって並んでるって感じです。真ん中にはこうやってプールがあって、でちょっとしたなんかで、ご飯食べるようなところもありますけど、朝ごはんはちょっと隣のなんかカフェで取ってくださいというふうなことを言われましたね。で、このプールの横にはこうやってずっと、ちょっと暗いから映るかな、そういうチェアとかがあります。で、こちらがまた別の部屋なんですけど、今回ですね、お部屋の方がスタジオタイプのデラックスっていう、ちょっといいランクにしました。それでも2500円なんです。ちょっとこれ驚きなんですよね。ではお部屋の方に行きます。今回の部屋はこちら、スタジオの M2 という部屋になります。本当ホテルじゃなくてね、本当ビラみたいな形で独立してるんですね。で、こうやって入りますと完全にプライベート空間です。外にですね、こうやってちょっとした、なんていうんですかね、多分タバコ吸ったりする人はここでタバコ吸ってくださいよって感じですね。こういうテラスってますかね、ちょっとした場所があります。そしてお部屋の方なんですけど、もう全面ガラスになってます。はい、こちらがお部屋ですね。結構これ広いでしょう。あとでもう一回ちょっとアゴダの方を調べて、大体何平米、34平米ぐらいあったような気がするんですよね。こんな感じです。で、もちろんクーラーがすごい、クーラーガンギギですね。で、LG の大型薄型テレビがあります。枕元にはですね、ちゃんとコンセントありますね。ポイント高いですよ。はい、スマホなんかをね、充電できます。部屋もね、デカめのダブルベッドということで、はい、これは素晴らしいです。で、こちらが一応ですね、クローゼットって言ってますね、すみません、私の荷物もう置いちゃってあるんですけど、と、あとここに一応金庫の方があります。さっきね、なんか金庫の鍵みたいなの渡されたんですけどね、電子キーじゃないのかね。それと、あとこちら、はい、冷蔵庫があるんですけど、中は入ってないんで、後でコンビニで何か買ってきて入れます。はい、で、今度こちらがですね、シャワーなんですけど、このシャワーがちょっとですね、広いんですよ。まずこちらが、はい、すぐ洗面ですね。で、洗面のところには一応アメニティって言ってますかね、ミネラルが、結構大きいですね、これミネラルが2本ございます。で、あとこちらが石鹸、そのハンドソープですね。あとはタオルがあるだけかな、タオルと、あとこちらがシャワールームなんですけどね、シャワーが残念ながら、レインシャワーってやつですね、固定式になります。で、あとこちらがアメニティで、これは何じゃ、シャンプーですね。シャンプーがあって、またここは本当普通の固形石鹸が2個置いてあります。ではちょっとシャワーの出の方を、ほら、まあ普通ですね。まあレインシャワーなんで強さがどうのっていうのはあんまないんですけど、まあ普通です。お湯出るのかな、ちゃんと、ちゃんと入れました。はい、
それとこちらがトイレですね。トイレが別室になってるのがちょっと感動ですね。まあこちらまあ普通のトイレですね。こんなところです。はい。でまたあの Wi-Fi の、パスワードを先ほどいただいたので、ちょっと後ほどまた Wi-Fi の具合とか見たいと思います。でテレビの方もですね、この後後ほどチャンネルとか一回チェックしたいと思います。一応アゴダの方では衛星放送が入りますということになってました。はい。というお部屋なんですが、なかなか広いですね。でやっぱビラタイプってことで、かなりプライベートがですねきっちり確保されてまして、これだったらね、なんか隣の部屋がの声が聞こえるとかうるさいとかそういうのはなさそうですね。そう、ただですね、こうよく見るとやっぱちょっとお部屋が古くてですね、修理したような跡がちょこちょこあります。お風呂場のタイルもちょっとひびが入ってたり、タンスもちょっと古いかなって感じはするんですけど、それでも先ほども言いましたようにお値段がアゴダを通じて2,500円と、もう破格じゃないですかね。場所もですね、プティドゥンゲットってこのからちょっと歩けばいろいろレストランとかもたくさんあるエリアになりますんでね、なかなか掘り出し物じゃないかなと思います。ということで、とりあえずルームツアーは以上とさせていただきます。この後、晩ご飯食べに行って来ようと思います。はい、おはようございます。昨日はすごいよく眠れました。ちょっとですね、仕事の関係で体が疲れたってこともあるんですけど、なんと10時頃には寝ちゃいましてね、そのまま朝7時過ぎまでぐっすりということです。で、これから朝食の方に行ってくるんですけど、その前にですね、昨日ちょっとですね、暗くてあまり、綺麗に撮れてないんじゃないかなと思う、一応ホテル内の様子、あとはプールなんかもちょっと一回映しながら朝食会場の方に行きたいと思います。はい。ホテルの方が真ん中がこんな感じでプールになってます。でプールサイドにはテーブルとかあとチェアなんかが並んでますね。ちょっとしたお庭があって、私が今回ステイしたのが、デラックスタイプになるのかな、のスタジオルームってことなんですけど、こちらがスタンダードタイプのスタジオルームになると思います。ちょっと長屋みたいな感じですね。あとこの正面の建物が私が、ステイしている建物になります。4部屋、1階2部屋、2階2部屋の4部屋で、多分こちらがデラックスタイプの部屋の、建物じゃないかなと思います。それでは朝食の方がですね、なんかこちらの隣にありますレストランで撮ってくださいということなんですけど、どうなってるのかな。はい。ということでこちらで朝食っていうことだったんですけど、カフェなんですね。隣が多分経営が一緒なのかな。それで、ここで通常出されている、ブレックファーストのメニューの中から一品選べますってことだったんで、結構種類ありましたよね。その中から今一品選びました。これ飲み物なんですけど、オレンジジュースかコーヒーか紅茶、この中から選んでくださいってことです。なのでコーヒーを選びました。はい。なかなか朝食メニューいいですね。はい。ではまた朝食の方来たら、ちょっと撮影したいと思います。はい。ということで今朝食の方が来ました。なかなかいい感じですね。パンとあとハム、それと卵とお豆とあとポテトの料理がついてます。昼食としては十分ですね。なかなかいい感じの朝食になっております。それではいただきます。はい。朝食の方いただいてきましたので、最後総括したいと思います。ちょっとここですね、お部屋の方がやっぱぐちゃぐちゃになっちゃってるんでちょっと恥ずかしいんで、お部屋の外 の, プールサイドのテーブル、今ね周りあんまり人がいないんで、ここでちょっと最後総括をさせていただきたいと思います。はい。今回宿泊しましたのがヴィラ・ブンガホテル&スパというところです。ブンガっていうのはね、インドネシア語で花っていう意味なんですけどね、非常にこじんまりとした可愛らしいホテル
というか宿泊施設になります。一応ビラって名前はついてるんですけど、完全に孤立したなんかそういうロッジみたいなお部屋が並んでるってわけじゃなくって、私が宿泊したのが、スタジオタイプのデラックスっていうタイプのお部屋でして、あの1階と2階の4部屋がこう1つの棟につながってる、そういう作りになります。でその隣の建物がですね、多分スタジオタイプのスタンダードってやつだと思うんですけど、これはちょっと長屋みたいな感じでお部屋がずらっとつながってるって感じです。ただあのホテルみたいな感じはなくて、かなりプライベート感がある、本当にビラに近い形なんでね、結構あの豪華だなっていう感じがすると思います。で、まずそれと場所なんですけど、スミニャックの北の黒ボカンってエリアになります。皆さん黒ボカンってエリア分かりますかね。あのどんなイメージありますか。黒ボカンっていうとなんか高級なホテルとかブティックカフェがずらっと並んでるってイメージがあるんですけど、それは今回泊まったところよりももうちょっと南の方のエリアになるんですね。ちょっとここは黒ボカンのもう北の方なんで、まだまだ発展途上っていうかね、昨日もちょっとブラッと街を歩いてみたんですけど、もちろんホテルとかビラとかあのマッサージ店とかはあるんですけど、まだところどころ空き地とかあの工事中の家がまだ目立ってるっていうね、これからもうちょっと発展するのかなって感じのエリアになります。で今回の料金なんですけど、いつもの通りアゴダを使って取りました。で1泊2500円なんです。で最初ね、2500円の宿だからね、そんな大したことないんじゃないかなと思ったんですけど、結構お部屋も広くて良かったですよ。あのただ、欠点を挙げるとしたらちょっとお部屋が古いかなという感じはしました。建物自体もですねちょっと年季が入ってるって感じで、それで料金が安いんじゃないかなとは思います。でお部屋がまあスタジオタイプということで、ワンルームで真ん中にドカンとダブルベッドが置いてあるお部屋なんですけど、結構スペース的にもですね余裕があります。それとあとお部屋の外にですねちょっとしたテラスって言いますか、スペースがありまして、そこでなんか例えばタバコ吸う人はそこでタバコを吸うとか、ちょっとモノライティングを手紙を書くとかね、そういうようなそんなスペースがありました。あとですね驚いたのがですね、あのバスルームお風呂トイレが結構広く作ってあるんですね。とてももう2500円のスタジオタイプの部屋じゃないような、そのくらいの結構広い作りでした。ただ残念なのがあのシャワーがですね、あのレインシャワーって言いまして、シャワーヘッドが上に固定してあるタイプです。欧米人の方はこういうレインシャワー好きなんですけど、日本人の方はちょっとねやっぱハンドシャワーの方が良かったかなというのがちょっと残念ポイントでした。あとシャワーの水圧なんですけど、レインシャワーなんでねそんなに水圧は高くないんです。でお湯の出はねすごい良かったです。でも良すぎちゃったのか、あの温度調整がちょっと難しかったです。多分ですね他の部屋であのお湯使うとそっちにお湯が取られちゃったり、水を流すと水を取られちゃったりということで、急に熱くなったりぬるくなったりして、ちょっと温度調整がしづらいな、ここがやっぱ古い施設の欠点かなっていう感じでした。であとテレビの方がですね、薄型テレビが置いてありまして、衛星放送が入りますということだったんで調べましたら、NHK プレミアムが入りました。ただあのちょっとね映りが悪いっていうか、ノイズがちょっと入っちゃって、音声はいいんですけど、ちょっと画像の方が見にくいかなって感じです。でインターネットがちゃんと Wi-Fi が飛んでまして、フロントでパスワードをいただきまして、接続しましたら一応こんな、こっちか、こんな感じ、わかりますかね、あのスピードチェックしましたらね、こんな感じでの速度が出ました。あの実際 YouTube を昨日夜見てたんですけど、全然問題なく YouTube が見られる速度です。まあ、バリ島の平均的な速度だと思います。あと朝食なんですけどね、これもですね、あの敷地内って言いますか、すぐ隣にカフェが併設してありましてね、そこで朝食も取れるんですけど、びっくりしたのがそこ朝食メニューカフェですがあるんですけど、その朝食メニューの中から好きなの一品選んでくださいと。で横にもう値段も入っちゃったんですよね。それで今回は5万5000ルピアの朝食セットをお願いしました。5万5000ですからね、今日本にして400円ぐらいのやつですね。であと飲み物がコーヒーか紅茶かオレンジジュースの中から好きなものが選べますよということでコーヒーいただきました。ですのでね、あの普通あそお店にねウォークインで入ったら、400円ぐらい取られる朝食がついて、それでトータル2500円で、その朝食もね本当2人分ついてるんですよ。で私今回1人だったんで1食しか
1人分しか頼まなかったんですけど、本来は2人分ついてますから、それだけでもう800円しちゃうわけですよね。でそれがついて2500円なんでね、1泊、まあ、これはすごいお得だなという感じがしました。ということで、全体見ますとね、まあ一言で言ったら建物も古いんですけど、サービスもいいですし、非常にリーズナブルで、泊まりやすいお宿じゃないかなと。で場所も黒母館ということでね、ちょっと中心部から離れてますけど、タクシーとか使えばすぐそういう華やかなエリアに行けますんでね、ここはなかなか穴場的で、おすすめできる、ホテルじゃないかなと思いまして、また今度こっち来るようなことありましたね、また使いたいなと思います。はい、ということで、今回の動画これで締めさせていただきたいと思います。今回も最後まで動画ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったよということでしたら、グッドボタン、高評価の方よろしくお願いいたします。それとチャンネル登録がまだの方、この機会にチャンネル登録の方をどうぞよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッター、フェイスブックやっております。鳥居忠史ということで検索してください。こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、さよなら。